この動画では a b c e d というアプリを使って教材の音声を聞く方法を説明します a b c e d を使うとこのアプリに対応している200冊以上の市販の英語教材の音声をスマホタブレットパソコン上で無料で聞くことができますスマホとタブレットの場合はアプリのインストールが必要ですがパソコンの場合はサイト上の web 版アプリを使って利用することができます まずはスマホとタブレットでの使い方から説明しますアプリをインストールするため iOS のスマホタブレットをお使いの方は App StoreAndroid のスマホタブレットをお使いの方は Google Play に行って ABCD で検索してくださいここでは iPhone を使って手順を説明しますまず App Store を開いてください こんな感じです右下の検索を押すと検索ページが開きます検索ボックスに ABCD と入力して検索するとこういう画面になりますこの「TOEIC 対策なら ABCD」というのを選んでください ABCD のインストール画面はこんな感じになっています 雲のマークを押してくださいインストールが終わると「開く」という表示が出る場合もありますがアップデートが必要な場合は「アップデート」という表示が出るのでそこを押してくださいアップデートが終わると「開く」に変わりますそこを押してくださいそうするとアプリが立ち上がりこういう画面になります 早速始めるを押してくださいそうすると学習情報入力画面に移りますので現状スコアと目標スコアを入れて続けるを押してください次のページでレベル診断テストを受けることができます10問15問30問の3バージョンがありますどれか一つ選んでテスト開始を押すとレベル診断テストが始まります レベル診断テストを受けたくない人はその下のスキップを押してください。ここではスキップを選びます。そうすると学習目標設定の画面に移ります。1日の目標学習時間を入力して次へを押してください。そうするとこういう画面になるのでまた次へを押してください。そうすると通知を送信してよろしいですか と聞いてくるので許可するしないを選んでくださいそうするとアプリのホーム画面になります音声を聞くにはまず画面下の見つけるを選んで教材を探します人気ランキングや新着に入っている教材は画像を押せばその教材のページに行きます例えば金フレの音声を聞きたい人はここを押してください 人気ランキングや新着に入っていない教材は検索ボックスに本のタイトルを入れてください。ここでは例として読解特急2と入れて検索してみます。2種類出てきますが上が改訂版、下がオリジナル版です。上の改訂版を選びます。初めて使うときはボタンの説明が表示されます。音声を聞くには 音声、無料のところを押してください。そうすると、音声をダウンロードしますかと聞いてくるので、する、しないを選んでください。ダウンロードしておくと、ネットにつながっていない状態でも聞くことができますが、音声ファイルなので、それなりの容量があります。ダウンロードをしないを選ぶと、こういう画面になります。この画面で、問題番号のところを押すと、音声が流れます。 画面下にプレイヤーが表示されています。このプレイヤーを使って一時停止をしたり、早送りや巻き戻しをしたりすることができます。また、ここの ×1.0 のところを押すと再生速度を早めたり遅くしたりすることができます。0.5倍速から2倍速の間で設定が可能です。スマホタブレット編は以上です。 次にパソコン上での聞き方を説明しますパソコンではサイト上の w e b 版アプリを使うのでアプリのインストールは必要ありませんまず abced.com を開いてくださいこういうページです右上の利用を開始するを押してくださいそうするとプロフィール登録の画面が開くので ユーザー名、目標スコア、現状スコアを入力して次へを押してくださいそうするとレベル診断テストのページが開きます10問、15問、30問の3バージョンがありますどれか1つ選んでレベル診断テストを受けてくださいレベル診断テストが終わるとアカウント登録の画面が開きますメールアドレスとパスワードを入力して次へを押してください そうするとメールに記載されたコードを入力という画面になりますアカウント登録に使ったメールアドレスにコードが送られてくるのでそのコードを入力してくださいコードを入力して次へを押すとレベル診断テストの結果が表示されます左上の閉じるを押すとホーム画面になります音声を聞くにはまず左サイドバーの見つける を押します人気ランキングや新着に入っている教材は画像を押せばその教材のページに行きます例えば金フレの音声を聞きたい人はここを押してください人気ランキングや新着に入っていない教材は検索ボックスに本のタイトルを入れてくださいここでは例として読解特急6と入れて検索してみます読解特急6が見つかりました ここを押すと詳細ページが開きます音声を押すとこういうページが開きますタイトルのところを押すと音声が再生されますページの下にプレイヤーがあり一時停止や早送り巻き戻しができるようになっていますまた ×1.0 のところを押すと再生速度を0.5倍から2倍までの間で選ぶことができます